湖西市の影山武市長が今年11月に予定されている次の市長選に出馬しない考えを明らかにしました。自身の身の振り方として2期8年任期満了をもちまして市長を退任させていただくという所存でございます。これは今日の湖西市議会での一般質問に答えたもので、影山市長は次の市長選には出馬しない考えを示しました。影山市長は湖西市出身で、1998年に当時の大蔵省に入省、2016年11月の市長選で初当選し、現在は2期目、植樹近接のまちづくりを掲げ、人口減少対策などに取り組んできました。影山市長は今後については特段決まっていないとした上で、市長ではない立場で官民連携を進めていきたいと話しています。湖西市長選は11月10日告示、17日に投開票の予定で、これまでに立候補を表明した人はいません。